笑顔で地球を明るく照らすマリコチャンネルです。みんな元気？センター終わったね。お疲れ。受験生じゃないみんなも寒いけど元気かな。今日はユニコーンがいっぱいだね。皆さんこんにちは。元気ですか？今日はお悩み相談でまだ乗っていなかったお友達がいるので答えてみたいと思います。その名もユニコーンちゃんなので、ユニコーンはいっぱい揃えてみました。僕も入りたいけど小さくて画面に入らないよ。ダイヤモンドちゃんだっけこれ。ダイヤモンドちゃんもお悩み相談になります。ということで今日はユニコーンちゃんことみさきちゃんのお悩み相談だ。みんなも一緒に乗ってください。なんかいろいろ考えたら遅くなっちゃった。読みます。BTS 後ろ。私の悩みは、昨年4月高校卒業してまだ社会に1年目なんですけど、県外に出てなかなか実家に帰れないし、勤務先に年齢が近い人がいなくて辛くて、相談する相手もいなくてすごく苦しいです。今仕事中でもなぜか涙が出てくるくらいで、このまま溜め込んだら自分がどうかなるんじゃないかと不安にもなるし、今のところ 2,3 年頑張っても将来が見えなくて不安になります。辛いということを伝えると、やめて戻ってくればと親も言ってくれますが、やめて逃げるみたいで悔しい気持ちもあるし、どうしたらいいかわからなくなります。正直やめたいけど、やめて何をするかもわからないし、どうしたらいいでしょう。ぜひマリコさんの意見を聞かせてもらいたいです。マリコさん来ましたね。さあどうしましょうかね。難しいね。考えたんだけど、県外に出てってことですけど、その仕事はやりたい仕事だったのかな。あと今いる場所に魅力的なところはありますかね。私もね、高校を卒業して東京に出た時にね、もともとスタジオを作るっていう親との約束で、親は東京に出ても帰ってきてほしかったから、スタジオを作るからフィットネスの勉強をしてこいと言って、あとそのスタジオに喫茶店を作って、それでそれをしながらダンスというかフィットネスを教えるみたいなことをね考えてたんですよ、親がそれで喫茶学校行ったんですよ私も。そしたら、ほ
ばあちゃんとかおじさんばっかりで、3ヶ月ぐらい行ったんですけど、その時はね、あの隣のね専門学校が、私は喫茶の専門学校で、で隣の専門学校が調理師の専門学校で、若い何18とか19とか20歳とかそのくらいの人たちがいっぱいで賑やかで羨ましかったんで、このユニコーンちゃんの気持ちわかりますよく。とにかく言えることは、無理をしないことね。でみんなもね、多分そういう悩みきっとあると思うんだよね。今やってる仕事を続けていいかとかね。なので一緒に考えてみよう。でまずはそう、無理しないことね。一番無理をしない。それから辞めてもいいし、大丈夫マリコさん、そんな簡単に言って。そうだよね、まあまあ、やそれ一意見です。私の意見、辞めてもいいし、逃げるということはなくて、自分に合わなかったかもしれない、その仕事がね、かもしれないので、自分の気持ちをまとめるのがいいかなと私は思います。みんなが悩むときはどんな風に解決してますか。そこで考えたのが、私がいつもやってるの方法、白い紙にどうしたいか書くね。さあ書いてみよう。マッキーマッキーだけ、マッキーだけ、なんて書くんでしょう、マリコさん。そうですね、まずこのユニコーンちゃん、ミサキちゃんの場合は、どうしたいか。いくつかあるよね。その仕事、まずなんで県外に、なぜ県外に出て、その仕事を、始めたか。なぜ県外に出てその仕事を始めたか。で、自分がね最初にどうしたかったかっていう。で、その仕事は好きか。仕事は好きか、まあ、仕事じゃなくてもね、見えるか。その仕事は好きかで、辞めたらいいことと悪いこと、仕事やめたらいいこと、悪いこと、ね、仕事いい、やめたらいいこと、悪いことってこう書くと、ね、あとはさ、県外に出てきたっていうことだけど、そうで、いいことと悪いことを書いて、自分がどう思ってるかまとめる。それから
圏外ってことなんですが、まあ私に例えると私は山梨で、東京に行きたかった、ね、だからユニコーンちゃんはどこかね、わかんないんだけど、今地元か、地元のいいとこと、あとその今いるとこ、ところ、地元のいいところ、今いるところのいいところ、ね、あとまあ悪いところも書く。悪いところ下手くそだな悪いところというか言う、まあそういうの書く、うん、で仕事だけじゃなくても、だから今度場所だよね、場所で、まあ、まあもし私に例えると東京は仕事じゃなくても遊ぶとこがいっぱいあるとかさ、ライブハウスがあるとかさ、クラブで夜遊びに行けるとかさ可愛いものがいっぱいとかね、いろいろ書いてさ、でももし友達が今いなかったら田舎に、あ、今いるとこには友達がいないとかさ、悪いところ寂しいとかさ、で地元がいいところは何かとかね、友達がいるとかさ、なんか自然が多いとか山梨の場合ね、うん、そういう風に自分が何を求めているか書いていくといいね。それでまず一番大事なことは、これからかけないこれから何がしたいか、下手くそ、本当私習字の免許持ってるんですよね、習字の先生。これから何がしたいか、あ、そうそう、やりたいこともないしって書いてあったっけ、やりたいこともないなって書いてないな、なんだっけ、なんだったっけ、なんだっけ、やりたいこと、正直辞めたいけど辞めて何をするのかもわからない、どうしたらいいでしょうってあるじゃん。自分が今だったらそのまんまだったらそのまんまでしょ、で辞めたいかったら、いや、何をやりたいかを考える、で分かんなかったら、小さい時にさ何が好きだったかとか考える、保育園とかさ、小学校の時絵が描くの好きだったとかさ、私みたいに人形集めるの好きだったとかさ、なんか自分が何が好きだったとか今何が好きとか、やっぱできればね、私はね、私の一意見好きなことを仕事になればいいかな、好きでも少しでもね、うん、でも、好きなことじゃないことでお金もらってる人もいるから、だったら
割り切ってお金はこれでも稼いでるけど、趣味はこれだから趣味に使いたいとかさ、自分をとにかく自分が何をやりたいかとか考えてみるといいと思うね。うん。でまあそうやって紙に書いたりするとだんだんね、自分の気持ちが分かってくると思います。自分のことは、まあ自分のこと分かんないけどね。あと友達とかさ、田舎の友達とかさ、話してさ、うん、自分が何を、なんか人と話してる間に何やりたかったかとか分かってくる、答えが分かってきたりするので、誰かとお話しするのもいいと思いますね。ユニコさん、そうよ、私もいつもマリコさんに相談してるわ。ありがとうございます。私も相談してます、夢の中で。そうですね、そうですね、僕も夢の中で相談してますよ。ありがとうございます。あとなんだっけ、あとね、若い時は悩む。私も19歳とか、そう、18、19、そのくらいはね、悩んだね、よく悩んだり、こうだったらいいなとか、もしこうだったらどうするとか、よくそんなことばっかりずっと言ってた。もしもこうだったらみたいなことばっかり言ってました。あとね、なんだっけ、うん、そう、あとなんだっけ、なんか、そう、若い時はなんで、私も同じですけどね、何でも何回もやり直しますから、嫌ならやめて。またやりたいことやればいいです。Just do it. Just do it. 何でもやってみよう。そうです。ね、若さを無駄にしないでください。さっきなんか書いてあったよ。2、3年なんかつってたな。そうそうそう。ね。すぐ立っちゃいますから。年取っちゃいますから。若いうちに、私は太ってるからとか、私は可愛くないからとか、僕は格好悪いからとか、全然関係ない。若いっていうのはね、体力もあるしね、肌が違うしね。年取ったら分かるんですけどね、なんかこうパワーがあるんですよ。なのでね、その若さを無駄にしない、あんまり泣いてないで。あ、でも泣くのもね、浄化していいから、なんとかなります。なので自分の心のとか頭の中をなんかこう紙に書いて、こうだったらよくこう丸書いて、こうだったらこうで、こうだったらこうなってとか、そう、あと三輪明宏さんの動画とかね、大悟の動画とか、ホリエモンの動画とか、いろいろ見たりね、してみてください。私も応援してます。どうだったかな、まあ、マリコさんの意見ばっかりだけどいいと思います。そうかな。もう私もね、悩んでばっかり、年取ったからちょっと良くなったけど、いつも悩んで、マサヨシのお兄ちゃんに、ね、相談したりね、主人に相談したりね、娘に相談したりしてますよ。なので、大丈夫です。全てはうまくいってる。あと、そうそうそう。答えは出ませんが。
そうだそうだ、なんだっけな、思ったのがね、あ、そうそうそう、あのハロー一回実家に帰ってみるとかね、そうするとさ、あ、田舎いいなとかわかるじゃん。あとハローワークに行くとかって思ったんだけど、ハローワークに行かなくてもさ、今スマホがあるじゃん。スマホでさ、そうそうそう、自分の住んでる、あ、住んでるところかさ、あとは実家の近くの住所、住所じゃないな、まあ私だったら山梨県とかさ、求人とかしたらさ、こうインディードとか出てきて、いっぱい出てくるんだよね。びっくりした。それでさ、あの田舎じゃないかもしれない地元、自分の地元だったらこんな仕事があるって調べたらいいと思う。あ、これだったらやりたいなとか、やめるんだったらある程度ね、決めてからやめた方がいいと思う、ね、なかなかまた抜け出せなくなると困るから一意見ですなので、あとほら、そこに残りたかったらさ、そのあの住所つね、どこに住んでる、求人とか言ってまたいっぱい出てくるからさ、あ、それでしやってみたい仕事はあったらそれをすればいいし、今の続けたかったら続けてればいい。全部自分の出した答えは正解です。間違いはありません。なので応援しています。頑張ってね。ということで、あ、そうそう、あとね、名前をね言ってない人がいたらしい。あ、そう、シュリちゃん、シュリちゃん、シュリ、ごめんね、呼んでなくて。あとレイチェル、レイチェル、レイチェル、リューチェルみたいだね、レイチェル、ありがとう。アイリちゃん、言っとっけ、エマちゃんあとあと、耳頑張れって言ってくださいって言ってるよ。耳頑張れ悩み相談難しいね考えるね、いろいろね、勉強になるね、勉強になるそうですよ、はい、勉強します。というわけで、このチャンネルを気に入ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくね。今ね、760何人だったかな、777人の人いたら教えてください。もうすぐだよ。7が好きなまりちゃんです。ではまた、でね、いい夢見てね。See you。今日はうまくささやけなかったかも。じゃあね。バイバイ。Good night。Have a nice day。